Yeah, yeah. Yeah, yeah. はい、どうも、ゼロワンバーバーライフチャンネルをご覧の皆さん、店長の高博です。スタッフのトモです。はい、なんか今日はトモくんがなんかこう、はい、バーバーで働いてて気になるみたいな、ね、ああありますね、話があるということで、今日の質問は、いやーんとっすね、結構あるんですけど、うん、一番最初は、うん、日本人のまあ美容師とかいるし、まあ、スタイリスト、あ、まあ、こう大会とかイベントごととかいっぱいあると思うんですけど、世界基準でどれぐらいうまいのか、うわ結構は自分的にはそうなんですけど、ね、うん、まあ、日本人は結構繊細で、やっぱこう世界からもアーティスティックに思われてる部分があるっていうのはあって、うまい、結構上位レベルでうまいんじゃないかと思ってたりもするんですけど、店長的にはどうなんですか？そうだね、まあ、確かにコンテストとかそういうので日本人って結構上位には行くんですよ、行くんですけど、よくさ海外に住む日本人の人とか外人詐欺切ってもらうの怖いから日本人の人でみたいな、外人の人へ下手くそだからやべえことになるから日本人でみたいなっていう話よく聞かない？まあ割と聞く、聞くよね。あれって日本人の毛に単純に海外の人は慣れてないだけっていうか、ああカルチャーの違いとかもある、ね、そうそう、全然文化の違いはあるよね、髪質がまず違う、確かに、だからあっちの人が下手くそっていうよりかは下手とかじゃなくて、むしろ上手い部分もあるし、日本人よりもね、全然だからその違いだと思うんだよね。あ、白人って猫系やん、かなりそうですね、うん、で白人の人ってまっすぐ切っても馴染む、猫系だから。でも日本人の人にまっすぐパン切ったら線入んない、確かに入ります、そこの違いだよね、まずは。だから外人の人はすきばさみ使わねえ、でも日本人はすきばさみ使わないと馴染まなかったり、まあ使わないでもなんかこうチョップカットとかいろいろそういう技法を使ってさ、ストロークカットとスライドカットとかでこうなじませるんだけど、そもそもあっちの人使わんみたいな、技術の違いっていうのもありますし、あるあるある、普段慣れとかあるある、あっちの人てか、まああっちの人っていうか、まあアメリカか、アメリカだとバギカムカットめちゃめちゃうまいからね、ですよね、うん、めっちゃうめえよ、なのになんで海外の人に切ってもらってやばいことになりましたみたいな、あるじゃん、よくそれはさ、日本人の髪質もそうだし、あとは単純に流行ってるものの違い、そうですね、うん、あ確かに、で日本で流行ってる髪型とその人がその人的に無難にこうしてもらいたいっていうのと、あっち の, あその海外のその国のスタンダードの髪の違いっていうか、デフォルトがすでに違って、違う違う違う、日本と海外で全然違う、やっぱそうですよね、うん、だって海外行ったらさ、もう今ほとんどフェードじゃない？確かに、日本人はさ、今なんかマッシュとかさ、まあ、バーバースタイルだと、まあ、フェードとか多いけどさ、うん、あのマッシュセンターパートとか今めっちゃ流行ってない？カジュアルな中性的な感じの、うん、そうそう、今中性的って言うたらだんだん話揃えてってるけどさ、あの中性的なスタイルって基本あっちじゃ人気がないんだよね、らしいですよね、アメリカとか欧米ではやってる人を見た時ないっすよ、ない、なんでだと思う、なんてなんすかね、まあもう女性的な目線で言うとかっこいいかかっこ悪い、うん、そう、ねまあそうだね、トモ君が言いたいところにさらに付属すると、男のモテる感じってなんか日本だとさ中性的とか、あなんかこうなんとかズみたいな、なんとかズ系だね、イケメンだねみたいな中性的な顔モテんじゃん、はいはい、でこうスラッとしててさ痩せててみたいな、はい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 、ね、そうですね、でもあっちはさいかに男としてオスとしてこの人はどれだけ守ってくれるかとか、どれだけオスとして強いかみたいな、だからそうなってくるとマッシュとかセンターパートってそっからずれない、確かに確かに、
それってさ、やっぱさ、フェードでさ、バギッと買って、で、ガサイ抜きで、もう押すみたいな。確かに。日本は、田んぼに力の男持ってっけど、あっちはさんずいの、あの、漢字の缶が持ってんだよね。ガチか、ガチの男が、多分ね、持ってるんですよ。確かに。よく聞くのはさ、なんかそういうなんかこう、日本の少女漫画にとかに出てきそうな、こう、ザ・王子様みたいなさ、スラッとスタイルが良くてマッシュでとかセンターパートやってる金髪の白人の王子様系白馬に乗ってそうな感じ、はいはい、海外ゲーっていうね。あーあっちだとかなりの高確率で、な日本人の女の人って結構騙されるわけじゃないけど、この人かっこいいなとかでなんかすごいって思っていくと、なんかよくよく聞いてみたらそっちみたいな率が高いかなっていうね。確かに。そう、あっちで中性的イコールそっちに結びついちゃうから、だからあっちでは多分マッシュとかセンターパートとかじゃなくてフェードが流行っててっていうのがあると思うんだよね。これがもうデフォルトですね。一番最初の。そうで、ちょっとそこのなんかこう中性的、まあ韓国はやっぱりさ、もう男でもメイクしちゃうしさ、あもうそれも韓国マッシュ、そう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 、だから韓国、日本とかってまた独自の文化でさ、それが世界でっていうとまたちょっと話が変わってくるっていうか、違います、まあそれもそういう違いだよね。その関連でいけば、うん、日本人が今増えると結構人口的に多くなってきたじゃん。増えてきたね、うん、それに関してなんか日本女子からフェードってどう思われてるのかみたいなあるじゃないですか。あー中性的な将軍様、そうですね。あーまずいよ。まずいよ。違うね、中性的な男性がモテるのはまあ当たり前な国が日本なわけじゃないですか、うん、でもそこに異国文化のフェードが入ってきて、うん、その異国文化のフェードに対して女子は今女子っていうか女性の方々はどう思ってんのかなっていう結果です、ね、男楽しめるかな。なんかこれ言っちゃうとさ、もう元も子もねえけど、やっぱ似合うか似合わないか。まあでもそれもそうなんだけど、ポテンシャルの問題ね。なんだけども、まあ、なんかこうフェードとか最近やってて思うのが、なんか3ミリ以下になってくるとやりすぎじゃねっていう言われやすい、なんか奥様とか彼女とかに、はいはいはい、なんか攻めすぎじゃないみたいな。あでも俺らはまあ男もそうだけど、俺らは結構攻めてる方がさかっこいいっていうか、そうですね、イケてんなって思うけど、スキン的なね、なんかだそういう人には、まあでもそういう人でもこうスキンやりたいって人はわざとこう、まあ、テーパーフェードって言ってもみあげとか襟足前だけ軽くスキンとか、なるべくナチュラルなスキンみたいな、はい、あまりハードすぎないみたいな提案したりとか。だから日本の女子はね、やっぱ戻っちゃうけど中性的なのが好きだからさ。そうです、ね、おーとして、まあもちろんね、まあラグビーとか流行ったじゃん、うん、だからああいうこうガタイのが好き、包容力もあっていいっていう女性の方もいるんだけども、なんとなくトータル的に最近のね K-POP ブームにしかり、なんかそういうのを見てるとなんかそういうのが好きなのかなって。だからそういう中性的なメンズにフェードが当てはまるかっていうと、まあそうでもないみたいな。ああですよね、うん、でもあれじゃないですか、結構2000年代前半ってまあフェードとかないじゃん。ないないない。ソフモヒ、ソフモヒツーブロー、あーあのツイスト、ツイスト、あのパーマ、まあ、それこそ IWGP の久保塚がやってたツイストとか、ああいうのも流行ってたじゃないですか。流行ってたね。ああいうのは別にでも中性的なわけではないっすけど、うん、なんかそういうちょっとハードめのヘアスタイルも少し受けが良かった時代があったじゃないですか、うんうんうん、でも今多分そうでもないと思う。そうだね、あのねスタイリング剤がね違うんです。あスタイリング剤当時はもうワックスだから。確かに確かに、そうだね、ワックス、ワックスですね、もう中のアリミのみたいな。今ももちろんワックスはいるんだけど、てかしかも当時束感、あそうです、ワックスによる束感、襟足も長めとか、そうですね、うん、で軽い、なるだけ軽く
もうすっかすかよ、もうペペペペみたいな。ねえ、2000年代前半といったら今あれやったらさ、もうひよことか言われてるですね、うん、当時のメンゼックとか、うん、もうみんな金髪の束みたいな。そうそうそう、俺もそうだったもん、やっぱり。いやでも誰しもが多分通る道というか、その時の世代を生きていれば、うん、そうだよ、ね、今でさえ、まあ、フェードとかですけど、うん、当時それがなかった時代、あれもそうだね、あれはあれでね、うん、で、まあ、フェードのその有効っていうか、